こんにちは、またです。先週の金曜日、アメリカで雇用統計の発表があったんですけど、この結果を受けて、金価格は一時2000ドル割りました。雇用統計の結果は、失業率が3.6%の予想だったんですけど、3.5%と下がりました。そして雇用者数は、 23.9万人の増加が予想だったんですけど、結果は23.6万人と、ちょっと悪かったです。このように、結果はまちまちだったんですけど、市場はドル高で反応しました。雇用統計の結果を受けて、次回の FOMC で0.25%の利上げを64.7%織り込みました。 ちょっと前までは50対50だったんですけど、利上げの方が優勢になりました。シリコンバレー銀行が経営破綻したのが3月10日ですから、まだその影響は雇用者数には現れていないかなって思います。これから悪くなるんじゃないかなって思ってるんですけど、どうなるかわかりませんね。政策金利が5%で、 そして信用収縮も起こってるんですけど、それでも失業率は3.5%です。パンデミック前の失業率は3.7%ですから、それよりもいいんです。3.5%っていう失業率はアメリカでは完全雇用状態と見られてます。つまり贅沢を言わなければ、 全員が働ける状態です。賃金が安いとか、この仕事をしたくないとか、そういうことを除けば、全員が働ける状態です。それを失業率で言うと3.5%ぐらいなんです。この雇用関係が悪くならないと、なかなか景気も悪くなりません。そうなると、政策金利は 高いままでなかなか下がらないとこういう状況になるんです。5月の0.25%の利上げで市場は利上げが終わるって思ってるんですけどもしかしたら6月も0.25%の利上げをするかもしれません。つまり5.5%まで上がるっていうことです。そして5.5%で 来年の前半ぐらいまで据え置くとこうなるんじゃないかなって思います。さっきも言ったようにシリコンバレー銀行の経営破綻から始まった信用収縮がどこまで深くなるかこれにかかってくるでしょうね、今後は。こういう状況ですから金価格がどうなるかわかりませんけど円建て金価格は非常に強いです。 現在は9431円と、ほぼ最高値付近です。では以上です。ご視聴ありがとうございました。